なんだって返上、辛いやつは hands up、 休日祝日の手当なんてない、残業代出ない、青春は出ない、宿題は生徒だけじゃない、頑張ってる例ない、みんな知らない教師の仕事、耳かぼちってよく聞いとけ俺京都や校長にごますり、できねえやつに修正は無理、本気で生徒と向かい合うやつはずっと現場担当、yeah、修正しても給料上がらん、増えてくのは責任たまらん、何かあれば担当教師へなすりつけ恐ろしいもんペイ、見えない業務に追われまくって、だるいから眠いからそんな理由で生徒はサボるのに、自分も休みたいのに、 oh, oh, なんだって返上、辛いやつは hands up、 生命を脅かすほどの作業量、ドラマ映画じゃ放送されない、生徒親子は現状を知らない、2、30人毎日まとめる、個性バラバラのやつら束ねる、欠席時刻家庭に連絡、事故は誰に責任が、部活どこもまだ知らぬ部門、専門外のスポーツを担当、絶対怪我はさせられんぞ、一発でモンペトの放送、何をパーセン普通のオーヤ、残り 5% 以上のオーヤ、保護者対応生徒指導、公務文書も意外と手間、帰るのは口がざら、すぐモーニング起きるぞほら、憧れてたはずなのに、想像してたはずなのに、愛だけが突き動かす、なのにまたいじられる、oh, oh, oh. 頑張ってるんだ、辛いやつは hands up、生徒だって先生だって常に愛しんだい、先生と過ごした青春は消えない、大人の入り口まで、ほら手を握ってろ、いつまでだって覚えてるんだ、悩んでる俺にかけてくれた言葉、一番キラキラ光る思い出の中には、いつだって僕らの先生がいた、ありがとうは遅れてやってくる。いやー、はい、まあ、先生ね、今回はね、はい、まあ、俺ら生徒の時鬱陶しいって思う時もあったし、なんでそんなこと言われなあかんねんとか思ったけど、今になってめっちゃありがたかったなっていうか、俺が逆の立場やったらできんのかなって思うこと多いよな。先生って勉強教えたりとかしてるだけでいいけど、うん、生徒に親身になってやってくれたりとかしてるやん。そうやな、そういう先生に巡り合えてよかったなっていう感じやんな。いやほんまやな、幸運やな、うん、俺らの時代は結構親身になって話聞いてくれてとか、藤田先生は小学校の時に結婚式呼んでくださいねって約束だよっていう手紙ももらってるから、めっちゃいいやん。俺結構問題児やって、小学校の時にやろうな、あのやろうなって言うなやろうな、黒人とかでいじめられてんのも怒ってくれたりとか、それ大変やね、俺が悪いことしたら叱ってくれたりとか、うん、すごいいろいろ教えてもらって、今はそうやって言われてるかもしれんけど、うん、絶対黒人でよかったなと思える日が来るからみたいな、うん、その時に教えてもらって、で確かに今黒人でよかったなってもうすごい思ってるわけ。そうやな、うん、ね、武器に変えたよな。そう、武器に、やっぱいじめられるのって結局ステータスみたいなとこあるから、人と違うっていうのはステータスやから、確かにもう大スターになって、うん、先生のあの言葉のおかげで僕は頑張れましたっていうのを言いたいわけよ、うん、そこで藤田先生は教師やってよかったなって思ってほしいわけ。ストーリーが完結するようにね。そうそうそう、いい話やな。俺あの美術高校やったから川端先生に教わっててんけど、絵とか芸術ばっかり教えるわけ、うん、音楽の授業すらないね、うん、卒業の時に将来何がやりたいのって言われて、はい、音楽が好きですってわけわからんこと言ってしまって、うん、じゃあやりなさいみたいな。生徒って親の目線もあるから、はいはいはい、その志望校とか、はい、いい進路ですよみたいな、はいはい、それ俺がぶち壊す発言したら、うん、何にも問えずに、うん、じゃあやりなさいって言ってくれ る, なるほど、ね、意外と言えへんやろなと思う川端先生の名言集、じゃあやりなさい結局、うん、教える教わるって目に見えるやん。テレビとかドラマもお前ら悔しくないのかとか鼓舞する先生いるやん、うんうん、裏で鬼の書類とか教材の整理とかやってるわけよね。こんなもんえげつない仕事やな。確かに。これはねぎらうべき。僕らが一番覚えてる大人なんでね。そうですね。感謝は遅れてやってくるんでね。はい。全国の教師の皆さん、
今となってはね、僕らも本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいなんで、はい、まあ、いろんなヤジとかね、モンスターペアレンツとの戦いありますけれども、はい、めげずに頑張っていただきたいと思います、はい、これからも応援しています、応援しています。